ございます。小暮です。今日は、関東オープン賞金100万の、大会1回戦来てます。先週の試合をちょっと、2回戦で関西オープン負けてしまって、で、こっち帰ってきて、関東帰ってきて、連続で試合があるんで、課題としてやっぱりその、自分から打ちに行った時のミスってやっぱどうしてもちょっと出てしまうのが多くて、そこをやっぱ修正したいのと、あとはちょっとボールもやっぱり重いんで、簡単にこうエース取れないんで、やっぱ時には相手にこう打たせるっていう、ラリーも、必要かなっていう、自分から打ちに行くだけじゃなくて、やっぱり勝ちにもしっかりこだわらないといけないシーズンだし、大会になってきてるんで、うまくそこら辺試合の中で考えながらやっていければいいかなと思いますんで、まずは1回戦行ってきます。
はい、ということで今、1回戦終わりました。6-1、6-0 で、まあ勝つことできたんで、明日、まあ、シードの選手なんで、明日に向けてしっかり練習して調整して、まあ、そこのもうランキング本当高い選手に自分がどうやってテニスしていくか勝っていくかっていうのが、当たり前に全日本とかの選手とやるってなった時に、求められてくることなんで、そこで今までのその練習の成果とかを、まあ、しっかり自分の、まあ、プレーをまず最後までしっかりやりきれるようにっていうのをまずしっかり、掲げて明日の試合も頑張りたいと思います。ありがとうございました。